上が真横ですね、はい、下はうつ伏せです。だから丸まっちゃったんだけど、なんとか私が指をこう一個入れたんだけど、頭、胸、お腹、はい、そうそう、これではさ、もう手が重なって胸が肺のところが分かんないですね。で、まあでも頭がこうやって見えるからさ、これ真正面ね、うつ伏せです。でそのまま置いて、だけどやっぱ丸まってるから頭が胸の方に入ってきてますけど、これが胸ですね、はい、でこういうところが肺だと思います。だから横で見たら肺の部分が何も見えないぐらいになっちゃってるね。で、あとお腹の中ね、こっちの方までわかるか、ガスが溜まってますね。だから胃腸の機能が落ちてるんじゃないかなということは予想できます。肺はこれでは何とも言えない。でもくしゃみとかないんですよね。たまにします。はい、たまにします、はい、どれぐらいのたまです。1日1回聞くか。あ、それぐらい。はい、わかりました。